なり狭い局面になっています。砂山木、そしてゲリア、町田大和、少し全体的に重心下がっていますが、ここから小島シュート、右足で出した、そのままシュート決まりました。最後は矢田朝日が飛び込んでいました。ゴール前で混戦の流れになって待望の2点目、ジェフユナイテッド千葉。この町田がボールを受けた後、脇のスペースですよね、ここがやっぱりぽっかり空いてて、今栗山が、ね、出ていったんですけど、少し距離ありましたよね、はい、ここをうまく使いましたよね。最後これは触ってないですね。